いたいたいた、はい、はいはいはい。さあ、それでは今日の宝物をケイちゃんに紹介していただきましょう。はい、今日はですね、うん、番組の中で、うん、ケイちゃんの美術の学校に行ってたよとか、中学校の美術の教員の、教育実習も行ったよなんて言っていたんですけども、はい、うん、せっかくなのでどんな絵を描いているのかをお見せしようかなと思いまして、はいはいはい、アカペラの、うん、ちょっと小さいんですけど CD のジャケットをね、うん、昔頼まれて、これ小さいので原画を持ってきたんですよ。これポスターやね、今ずっとの、はい、これの原画、うん、これがケイちゃんの描いた絵なんですけど、これね、神戸をアカペラの街にっていう CD だったので、いろんなアカペラグループさんがオムニバスでたくさん入っている、いろんな方の歌声があるよというイメージと、神戸の街ね、ポートタワーとか観覧車とか、その雰囲気を出して、まあこの辺にアルバムのタイトルが入るかなという。で、それを聞くことによってみんながポカポカ幸せになるよ、一、うん、枚いくらです、いかがですかみたいな、はい、多数のアーティストが共同で一枚のというか、ね、はい、そうですそうです。これいつぐらいに作った作品？これね、うん、2007年に発売されているものですね。ということは約10年前だったな。もう大方10年前か。はい、なかなか可愛いイラストやん。はい。で、ここにね、サイト神戸っていう看板があるんですけど、これ神戸の長田にあったイベントホールで、うん、レコーディングスタジオとかもありまして、うん、そこで撮った作品で、うん、実はこのサイト神戸さんっていうイベントホールの、うん、マンスリースケジュール、毎月こんなイベントありますよっていうのの、うんうん、表紙も書かせてもらっていて、うん、例えば、6月の表紙とかだと、うん、こういう、これはね、なんか、梅雨の時期なので、うん、雨のしずくをイメージしたこと、同じような形で水を楽しむお魚さんをイメージして、絵的にもこっちとも横向き言えるし、そうやね、で、しずくさんで言ったらこっちとも言えるかなという。それは意識して描いたの？いや、私ね、あまりこういうイラスト系は計画性なく描くんですよ。うん、自由に線を、うん、例えばこの線をふーっと描いて、うん、あ、雫っぽいから上雫にしよう。でも雫だけじゃ面白くないから対照的なものも描こう。水やから魚にしようみたいな、うん、自分で描いた線にインスピレーションを得て描くことが割と多いんですよ。あ、そう、はい。あんまりきちっとこう始めからするんじゃなくてね。そうそうそう、私のトーク通りで無計画なんです。もう何もかも無計画。そうなんです。アドリブ、よく、いや、アドリブやっちゃう。よく言って、はい、いくらでもよく言ってください。アドリブか。はい、すごいな、でも。で、これ4月とかは、桜とチューリップを、まあ、お花の性をイメージしてというか、春が来て嬉しいなという感じで、ちょっとまあ擬人化といったら変ですけど、これはね、後ろの、後ろも人、それ後ろにねあるのは、これ実は折り紙を貼ってるんです。貼り絵のようにバッグで、これも思いつきで折り紙たまたまあったので、で、折り紙貼った上に薄い水彩絵の具を重ねて世界観というか統一させてるんですよ。折り紙だけだとちょっとバラバラになっちゃうんで、これ水彩画やねんな。これはね、水彩画でちょっと色鉛筆を足してる感じですね。さっきのは？さっきのは、あ、これはね、本当に水彩画になりますね。はいはい、で、これなんかは、ちょっとね、はい、パステルとかを使って、パステルってどういうこと？クレヨンに近いかな、これは。オイルに近いやつなので。クレヨンね。はい。もう本当に幼稚園とかで使っていたような。そしたらちょっと質感が変わってくるじゃないですか。さっきのものとかと比べると。すごいな、それ毎月ずっと表紙書いとった。そうなんですよ。すごいやん。結構ね、なんか画家さんやな。で、アクリル絵の具の話を前回したんですけど、はい、これなんかはちょっと油絵っぽいかなと思うんですけど、絵の具をすごい重ねて、アクリル絵の具で。これはね、かなり大きな対策の一部を切り取って。あ、切り取ってんの？はい。そんな作家としてはその一部切り取られたら嫌なちゃん。なんかね、全部写すと重たいね、うん、この絵みたいな感じだったので、これで3ヶ月ぐらいに分けてマンスリーで、うん、3部作みたいな感じでデザイナーさんにやってもらったりとか。なんかすごいやん、いろいろ作品半端ないやん。
だからね、なんかこんな絵を描くっていうこだわりがね、うん、実はあんまりなくて。これ原画のあれはないの？持ってんの？あの、あれに貼ったみたいな。結構ね、キャンパスに。大きいのなので、うん、持ってくるの思ってたのって小さいのに。許したるわ。ごめんなさい、はい。うまく言う方法考えとけばよかった。さあけど、はい、何それ、今でも描き続けてんの？きっかけがね、うん、あったら。あったらね。はい、なんかまた番組でちょっとな、なんか書いてよ。そうですね。うん。はい。すごい、作家、ケイちゃんでございます。ありがとうございます。ね、はい。いや、もうちょっと俺ズボラにやってるのか、もとったら。